さんこんにちは、森えりです。はい、今日はこの顔を実現するべく私はメイクをしたいと思います。私最近ね、ずっとこの顔、もうここ1ヶ月2ヶ月くらいハマってて、でインスタでずっとこの顔をストーリーだったりとか、ただのその画像の欄にこの顔をして動画載っけたりとかをよくやってたんですけど、この顔メイクでもできるんじゃないかなって思い出して、今日は初挑戦してみたいと思います。アプリ使わないでもできるのかっていう、ただただキモい動画になると思うので、皆さん要注意で見てみてください。はい、ということでやっていきたいと思います。難しいですよね。やってみるね、頑張って。まずペンでここら辺まで目を描きたいので、目をつぶってここら辺まで下描きをします。目の幅になるところを今ホワイトのペンでやりました。なってます？なってます？目がでかくなってる。パンダになってる。クマみたいになってる部分を描いていきます。何やってんだろうマジで。あ、涙袋だ。で、この二重幅がめっちゃでかいので二重幅を描きます。目ん玉ですよね。目ん玉描かないといけないから、目ん玉を描いていきます。これで目ん玉塗っていきます。パンダやんけ。いや、キョンシーじゃん。どう？キモいのは分かってるんだ。白い部分を埋めていきます。キ、なんかとりあえず分かんないけど、絶対パンダにしか見えない気がするんだけど。お化粧をしていきたいと思います。これ目開いてるよ、開いてるよ。目ってどっから始まるのこれ。あ、なんか目になってきたんじゃない？どう？アプリとは言わないけど目になってきたんじゃないのこれ。どうどうどう。おお、どう？なってる？なってない？結構。あとはね、ここなんですよ。ここがっつりこれコントア入ってると思うので、デーモン小暮ゾーンを入れていきたいと思います。やりますわちゃんと。で、ここの唇を隠していきます。おーおーおーおお、ちっちゃくなった唇が。なんか濃くね。まあいいか。ついでにリップも塗ります。もうなんかこっち濃くなっちゃったから、もうどうでもいいや。こんな感じでメイクは完成です。皆さんアプリなしてもこんな加工やこんな加工できちゃうので、皆さんやってみてください。で、これ本当にできてる？本当にできてます。私なんかすごい嫌な予感しかしないんだけど、本当にできてる？できてないようだったらリベンジをいたします、今度また。はい、ということで、モリアリなのかよくわかんないですけど、モリアリでございました。バイチャオ。何バイチャオって。おつわり、どこ向いてるかわかんないけど、おつわり。そして最後に本家の動画どうぞ。はい、ということで、スナップチャットもスノーも使わずにここまで加工ができたら文句ないでしょうって感じで終わりでございます。モリアリでございました。あー、何これ、読み取ってくれる感じ、人として読み取ってくれる感じ、すごいありがたいんだけど。ありがとう、本当にありがとう。ね、本当に嬉しいんだけど、読み取ってくれてんの？メガネ超似合うでしょ？このメイク結構きつかった。結果パンダ。あ